はい、皆さんこんにちは、ファンダリングルイージです。信長の野望創造戦国立志で徳川家康でのプレー、今はですね、まあもうその息子に主人公が移っていますが、続きをプレイしていきましょう。で、今はですね、こちら真田から奪った高島城、ここをですね、徳川の出雲の国隊が攻めてきてますので、まずこれの迎撃戦ですね、展開していきたいなと思います。ここは回り込んで強撃にしていきましょう。まあ、それまでお国の攻撃をこう退けられるかっていうね、問題はあるんですが、まあ、強撃した方が圧倒的に有利にことが運べるというのもありますので、ここはさらに出陣させて奥にから何としても守りきりましょう。で、そうしてる間にですね、内政面あるいは外交面ですね、きっちり型をつけておきたいなと思います。で、まず朝廷外交のところはご覧の通りすでに100になってますので、いざという時にはこれで、まあ、休戦というかね、一時和睦停戦みたいな形にできればと思うんですが、いかんせん連合に入っているとそれができないので、まあ、対徳川、尾張藩、あとは将軍家に対して、まあ、どう対処していくかというのが、まあ、必要になってくるところになります。で、今ですね、ご覧いただいているこの奥、尾張藩ですね、に関してはその連合には入っていないので、まあ、いざとなれば停戦が可能。一方こちら徳川家に関して言うと、将軍家ですね、に関して言うと連合に入っているので、ここは何があったとしても守りきらなければいけない、まあ、そういったところになりますね。では続きをプレイしていきます。まずは内政ですね。城の改修はしっかり進めておきたいところ。まあ、なんといってもね、城は最終防衛ラインに位置する場所ですからね。まずは城門をマス型門へとアップグレードしていきましょう。で、外交面で言うとどうだ？あとはしっかり入れておきたいところで言うと、まあ、連合に入っているところに関してはもうこれ以上どうこうしようという気はないので、しっかりと周辺の味方になってくれているところに関しては引き続きその状態を維持するっていうのがね、大事になってくるかなと思います。さあ、ではこれで進めていきましょう。もうどうしようもないからね。あとはですね、まあ、陣将を築いておくというのも、まあ、手ではあるんですが、陣将を作る人材がいないと言われてますね。なので送っていきましょう。まずは何はともあれ防衛戦ですね。どうしてもこの高島城、せっかく奪った貴重な城なので奪われたくはないっていうことを考えると、ここを守るために何としてもね、追加で兵を出していきたいなというところですね。さあ、ちょっとバグってるかな。そうですね、ちょっと今バグっててターンが遅れなくなっちゃってるかな。ちょっとこれをうまいこと戻しましょう。戻りましたね。お、前田家から兵糧800を受領しました。
かってきな。敵将捕獲したぞ。騎乗する。で今度は堀利重隊か。まあ、そんなに強い部隊ではないけど、逆にあれだな、こちらの兵力もだいぶ消耗してるんで、厳しいは厳しいな。承知いたしました。とはいえ増援も出せないしね。援軍の要請も効かない。これはなんとか守りきるしかないな、今いる兵で。表情を始めます。先月の収支で今援軍の要請が切れたので、今援軍の要請ができるんじゃないか。できるけど援軍が出してもらえるのが、東道家か。東道家に関してはこの松坂城は取っといてもらった方がいいかな。まあ東道家の力でこの松坂城が取れるかという問題はありますけどね。そしたらいざという時のために掛川城から部隊を出したいけど、武将がいないね。出るぞ。必ずや勝つ。高島城はかなり厳しい状態だな。この高島城は絶対守りたいんだけど。敵の増援が来てるね。しかも大軍だな。これは城を放棄するしかないかな。悔しいけど高島城は放棄するしかないね。そしたらせめて被害が少なくなるように武将は全員出陣させて撤退しましょう。いやー、せっかく取った高島城がよりによって徳川の手に落ちるか。城が取り囲まれました。お味方が捕獲されました。しかも捕獲されたか。ちょっと逃げのルートを間違えたな。いやー、高島城が敵の手に落ちるとは思わなかったな。いや、思わなかったっていうか落ちるべくして落ちた感じはあるけど、早かったな。さてどうしたものか。勢力がこれ以上広げられないっていうのが痛いよな。げっ、井伊家が尾張藩に滅ぼされてる。いやー、いよいよ厳しくなってきたな。尾張も滅んだか。ご命令を。先月の収支です。終わりもほろ、だいぶでっかくなってるな。戻るぞ。いやー、この1万を超える立花の軍勢を保科が支えきれるとも思えないけど、援軍を出す力もないしな今。いやー、さすが将軍家。尾張藩がかなりでかくなってるっていうのも厳しいね。東道がうまく踏ん張ってくれないと、一気に畿内が尾張藩に蹂躙される可能性が出てきましたね。あとは伊達がどれくらい踏ん張ってくれるかですね。伊達がね、上から北から南進してくれれば将軍家を圧迫できる好機が到来しそうなんですが、今だとどうだ。ちょっとそれも期待できないし。
今ある領地を守って生き残ることはできそうだけど、そこから先が何もないな。まあ、ちょっとでも武将を確保するっていうことぐらいしか。今すぐできることがないっていうのもな。太田牛一とかまだ健在ですね。さてどうしたものか。まあ、ここにね小田原城があるっていうのも厳しいですよね。小田原城の兵力が1万5000か。ここだけでももうかなりの兵力ですけど、徳川将軍家の場合だとまだまだこの韮山城も兵数1万、まあ、9000ですね抱えてるしね。で岡崎にも1万の軍勢が入ってますね。尾張藩はさあどうしようかな。これは星名が滅びるな。援軍が出してあげられない。高遠城の星名が滅びるか。表情を始めます。先月の終始です。打つ手がなくなってきてるけどどうしようかな。こっからだと真田をやっぱり味方に引き入れておくべきでしたね。ちょっと真田に対しては外交の方針を見直しましょう。他外交上何か有利に運べるところってのはないからな。この東堂がもし尾張藩に、ああ戦いが始まってるな。この尾張藩と東堂の戦いが始まりましたね。亀山城でここの戦い次第では一気に戦局が変わるな。表情を始めます。先月の終始です。どうする？これ今の機に乗じてこちらも軍勢を出すべきか。いやでもな、松坂城から軍勢が引いてくれない限りどうにもならないからな。ただここは東道も不利だね。義名を自ら1万2000の軍勢出してきてる上に城を守る徴兵も1万を超えてますね。で一方の東道の方の戦力はというと7000、8000で高虎自ら4000、高次が2500、まあ兵力でいうとまあ 5-3 ぐらいで尾張藩有利ですね。で今の状態で我々何ができるかというと、まあねこの松坂城を攻めてもいいんだけど、そのためにはこの久喜家から援軍が来るのが必須なんですよね。家から援軍が出てくる気配がないからな。ここは申し訳ないけど静観しましょう。
待て、ここでとはいえ亀山城の守備隊が刈谷城からも出て岡崎城に1万軍勢残すだけになったか。これは攻める好機ではあるけど、どうだこの1万の軍勢相手に戦えるのか。総力戦に持ち込めればもちろん勝機は十分にあるんだけど、将軍家に睨まれてますからね、今18万の兵力を誇る将軍家に。これに対して我々は2万6千、この2万6千全部ぶつければこの岡崎城は取れるんだけど、きっとそうすると将軍家が黙ってないのでやっぱり軍勢が出せないな。これは東道が一気に潰される可能性が出てきたぞ。大丈夫か、ここで一気に兵力を喪失するとこうガタ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 と東道が尾張藩に食われる可能性がありますからね。そこをちょっと危惧してますね今。いやー、できることがなさすぎる。どうすればいいんだ。ここでトード家が勝利を収めてくれればいいんだけど、そうはならないよね。先月の終始です。まあ兵を引きましたね、トード家が。これでこの後尾張藩が追撃するかどうかですね。追撃するね。続きなさい。表情を始めます。先月の終始です。このあの通常の防御力はというと兵数500か耐久戦。いやー厳しい戦いになるね。ここはあの通常が尾張藩の手に落ちる可能性があるな。表情を始めます。先月の終始です。東道高義隊と最後は吉直隊、これどっちが勝つかって話だけど、このまま行くと戦力ほぼ互角なので、あの通常の防御力がまだ1000とはいえ残っている東道有利だけど、総力戦になった東道家に対して徳川尾張藩はまだ余力があるので、これ5詰めが来たらあの通常は落ちるな。そしてこの久喜家はいつの間にか越前松平家に乗っ取られてるね。ここね、飯田城、内記城。いやこれで本当に四面楚歌になったね。四方向すべてが敵になった。いやー、あの頭上が落とされる。先月の終始です。あの頭上が落とされるし、伊賀上野城の防衛戦もかなり厳しいな。これは東道家が一気に潰されて尾張藩に機内を蹂躙されますね。この間に何かできないのか。これが将軍家の力か。ご命令を先月の終始です。報告します。いやー、せめて将軍家と敵対してなければまだチャンスはねあったんでしょうけど、これはもう
藤堂家が伊賀上野城と桐山御所同時に攻められてるけど、守るための兵が全然不足してますね。伊賀上野城が奪われ、桐山御所も落ちますね。これは終わり藩が将軍家よりも力をつけてきてる。先月の終始です。そうなるとこれこのままいくと桐山御所が多分落とされるでしょうと、藤堂家の話ですね。でそうすると残されているのが竜田城に高屋、それに岸和田か。そうなると機内から味方の連合軍がいなくなりますね。戦場へ参る、戦場へ参る。ご命令を先月の終始です。これはもう味方の反転攻勢はしばらくは無理な気がするので、もうできるだけ力をつけておきましょう。自分自身の力を。そういう意味で言うと何ができるかというと、まずは米の石高とかそういうのを上げて、籠城をいざするときにしっかりと十分に米が蓄えられる状態にしておきましょう。であとはすぐに軍を領内移動できるように整備もしておきます。なんかもうね、守りのための施策に移ってますけど、これは藤堂が滅びるとかなり厳しいな。桐山御所が落とされて、さらに増援が来てるな。一気に潰す気だな終わり藩は。先月の終始です。藤堂家を。一気に潰す気来てますね。まずいな、竜田城も包囲されてるぞ。先月の終始です。まあ陣将を至るところに気づいて、来たるべき決戦に備えるしかないな。これ竜田城が落とされると残されたのが高屋城と岸和田城だけになりますね、藤堂家。でこの包囲されているところに対して、もう藤堂家が援軍出せないでいますよね。竜田城攻撃今受けてますけど、いやー何もしてあげられないな。ここで出兵するとどうなるかというと、将軍家と尾張藩からさらにこの越前の松平も結局甲斐信濃あたりに進出してきてるので、まあ、どうにもならないからな。ここは反徳川の名手的な立場にいた藤堂家が滅びるのを見てることしかできないか。表情を始めます。先月の終始です。いやー今これ連合組んだらどうなる？ちょっと静観しましょう。連合が立ち消えになってまた新たな連合を作ってもいいけど、いいけど、そうすると停戦が使えなくなりますからね。いやー岸和田城も攻められてるね。
高屋城が落ちて岸和田が落ちるか。いや、亀山城の大決戦、尾張藩との東道家の大決戦からさほど時間は経ってないけども、あっという間に東道家はここまで追い込まれたんだな。まあ、高屋城は絶対落ちるでしょうと。で、残された岸和田城ももう大軍に囲まれてますからね。で、二条城に攻めかかっているのは真田幸村隊と明石照積隊か。これが何を思ったか、いきなり二条城を攻めてるね。出陣します。ご命令を。そして取っている二条城。二条城が豊臣家の傘下に加わっているな。何がしたいんだ豊臣は。豊臣も今徳川に歯向かったらね、もう生きることは絶対にできないんだけどな。さあ、ここはちょっとでも武将を確保しに行きましょう。で、二条城が豊臣の傘下に入ったというところで、駿府館を目指し22,500の軍勢か。よし、じゃあちょっと最後にここの情勢を見ておくと、岸和田城は最後、東道家の最後の拠点になってますが、兵力が500か。厳しいだろうな。まあ、武運を祈るとしか伝えられないな。さあ、駿府城の防衛戦に入っていきましょう。まあ、ここでいきなり和解を使うのもバカバカしいので、まずはしっかりと敵を迎え撃ちましょう。この辺りにね、その陣象を築いておけばよかったんじゃないか説はあるんですが、まあ今更なので、東道家が滅ぼされたっていうニュースが入ってきましたね今。さあ、では敵を迎え撃ちましょう。駿府城で、この駿府はそうそうたやすくは落ちない城ですよ。将軍家に挑むには絶好の城だ。さらに駿府に1万戦か。いやー、駿府が激戦の戦場になりますね。さあ、ここで海戦で迎え撃つか、それともこのままマップ上で戦うかなんですが、どうしようかな。まあ、敵の戦力も2万超えていて、味方は1万5000なので、もうここはいきなり海戦で城門の前で迎え撃ちましょう。この駿府のいいところは城門が2つしかないっていうところが非常に守りやすくていいですね。これ3つあるとね、武将が少ない我々からするとかなり不利な戦いになるんですが、敵の援軍が来たね。これで敵の軍勢総数2万になりましたね。続きなさい。さあ、範頼自ら
守りましょう、しっかり。何、罹患を使ってきやがったか。あ、さあただこの堅牢な駿府城を抜けるかな。この駿府城は家康がね自ら増改築をした天下無双の城になってるはずだ。たとえ将軍家の大軍といえどこの駿府を抜くことはそうたやすくはないはずですからね。さあとはいえそろそろ限界だ。一個中に入りましょう。さあ味方の援軍も来たぞ。これで形勢を逆転したはずだ。縄文が破壊されました。これが我が魂、我が覚悟。縄文が破壊されました。行きます。さあ一気に挟み込んで決めましょう。見くびられては困りますね。ここで決める。さあここはそしたら承知いたしました。行くぞ。逃げたければ逃げなさい。これで決める。ここが勝負どころよ。これが我が魂、我が覚悟。では手並みを見せてもらおう。この攻め見切れまい。敵が城内に侵入しました。引け。よし、徳川将軍家2万の軍勢を退けましたね。さらに敵の増援、鳥居成継隊1万、これも迎え撃ちましょう。承知いたしました。
任せください。でここに色を立てときましょう。届かないかな。必要はない。さあ最後一気に敵を押し潰しましょう。1万の軍勢を壊滅させたぞ。この後は急いで城の回、修復と兵力の回復に努めましょう。先月の収支です。いやーさすがだなこの駿府。何？早いな攻めてくるのが。今21,500、これは支えられないな。いくら堅牢の駿府とはいえ金森家が滅びたか。命令を先月の収支です。報告します。急いで修復しましょう。大丈夫か。ここは何としてもこの駿府を抜かれるわけにはいかないので、駿府の防御力がどこまで回復したかというと、耐久が5000か。まだくそー。ここは一度朝廷の意向を使うしかないか。しょうがないですね。駿府を抜かれるわけにはいかないので。となると今度逆に怖いのが吉田城だな。はい、というわけでちょっと時間がね長くなりましたので、今回は駿府の攻防戦、ご覧いただきました。いかがでしたでしょうか。まあ、藤堂家が滅びてしまっていよいよ四面楚歌になってしまったんですが、まあ、徹底的に将軍家に抗ってですね、なんとか巻き返しの機会を伺っていきたいなというふうに思っています。というわけで今回はここまでにしたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。